バスセブン登録してみてください。登録はい30秒でできる。30秒でできるの？30秒でめてめて編集すんなよ。よーいさっ、はい、3、2、1ブブーできねえじゃねえかよ登録簡単 AE つってもらっていいですか。無料ポータルサイトパチ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 セブン登録簡単 AE。エンジョイパチンコライフ。ピモ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、平天くんです。今回は東京都世田谷区成城、小田急線成城学園前駅よりめっちゃ近い成城ニュージャパンさんに来てます。はい、ということでね、取れたね。成城ニュージャパンサポートキャラクターね、もうサポートしなくなったから俺は、うん、今日もぶっこ抜くよ、サポートしないから、うん、ということでね、行ってじゃあね、早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきました成城ニュージャパンさん。それでは早速店内データ見ていきましょう。はい、行こう地下1階1階がパチンココーナー、スロットコーナーは2階でございます。お、9月の7日に、北斗の拳ともね入りますね。はい、あ、どうもえいえい、ありがとうございます。あの、えいえい、ありがとうございます。わー、すごい、ハーデス7000枚ね、おめでとうございます。モンスターハンター月下雷鳴24回ドルバック3箱ね、すごい。おオーバーフロー中ですよ、ガンソード、いいね、この歌かっこいいよね、うん、続きまして、化け物語ね、すごい、ドル箱5箱はい、続きまして、どうもありがとうございます。ありがとうございます。お、寝台シャドウハーツ2入ってますね。どうしましょうね、何打ちましょうね。まあもうノーマルタイプかな、見ていきましょうか。あー、これどうだろう、粒的にね、累計でいいのか、1650ちょっと弱いか。わー、すごい、ジャグラーが、あ、ハッピージャグラー V か、28の24、はい、14、9、うん、これは12、あー弱いね、やっぱ強い台はね、お客さんが打ってるんですよね。マイジャグラー2 13、あー空き台で強い台がない。こちらのお店ね、50分閉店なんで、あと20分ある、うん、まあね、ここで焦って座る必要ない。サンダーも打たれてる、強い台がない、参ったね本当困ったね、本当ミリオンゴッド打っちゃおうかな、なんか弾けるかもしれないかなたまにいっか、たまにいっか、開かねえんだもんだって。なんか狙いそうな他の機種があればいいんだけど、俺の夢がまだ叶ってないし、とりあえずじゃあこいつで最後まで打ち切んないとは思いますけど、行ってみたいと思います。えいえい、はい、ということでちょっとねちょっとお茶を濁すレベルの台ではないんですけど、あのね、こうやって腕組んでね、後ろでへばりついてるのね、俺好きじゃないんですよ、ああいうのやりたくないんで、ああいうのあー、運試しでね、なんかちょっと強い役引いたらもう50枚ぐらい追おうかな、うん、まあ残り5分ぐらいだったらやめるっしょね、残り15分、はい、100円回すのには6分ぐらいあれば回れるかな、 ATART だったら、あ、だからまだ大丈夫、9分で当てりゃいいんだよお座り、マジフリーズしてくれ、俺の夢、うん、お座りパッチョスだねー。
兄さん、今もうずっとフリーズ狙いだから。おお、ビビった。はい、中断。あ、そうか、キナナ五、キナナ四連、青七四連でもいいのか。残念。おお、鏡付き。あー、絡みつかなかった。おー、V が頭に来たよ。おー、V が頭に来たよ。フリーズしねえな。フリーズしろよ。本気で狙いに行ってんだけどな。右から。うわー、氷か。あー、右上がりかよ。もうせっかくギナナ2連したのに。こんなにゆっくりミリオンゴッド打ったの初めてかもしれない。まだあと12分あるから。野菜で来いよ、野菜で。そこは、おお、アルテミス。俺が欲しかったよ、それ。やばい。あ、そう、5枚しかない。待ってて、ちょっと待ってて、コイン2枚あるから。まだ11番だよな。移動できる、移動。ちくしょう。すげえな。移動します。いやー、 PGG 来たかった。残念。これいくつだったっけな。34。同じぐらいなんだよな。じゃあ55ジャグラーでいこうかな。あんまり得意じゃないけど、うん、まあいいや。残り時間はじゃあ55ジャグラーでいってみたいと思います。えいえい。はい、ということで今回、2代目は、北谷さんの55ジャグラー、サンダー V リボルトが入ったんですけどね、こっちにします。おそろりばっちゃんす。完全後告知。あ、いい、残念。ちょっとね、失態をお見せしちゃったんで、この間、いや昨日プライベートでサンダー V リボルト打ってきました。ちょっとね、閉店君向きじゃないかな。
まあ、大体ジャグラーだったら1分間に14ゲームぐらい通常時ね回せるんですけど、ちょっと落ちるんですよね。まあ15分前とかに来てれば打てるかな。まあでもね、あとね、あと7分なんで、ちょっとやめときます。残念、セカドー、この台では100枚目ですけど、トータル150枚目。いいね、ミリオンゴッドをああいう風にゆっくり打つの楽しいわあんなに本気で PGG を狙ったことは今までないかもしれない。うい、残念。まあね、ジェフリーが動画でペナゴットやってましたけど、まあ、仮に僕があの閉店くんでペナゴットじゃなくて普通にゴット引いても、まあ、ペナゴットに近いものはありますよね。でも俺はガッツポーズする。まあ確かにね、収支が50枚ねえ、ダメになったってわけじゃないけど、まあ俺の中ではちょっと結構楽しかった、あの50枚は、150枚目だねー、セカドーし。ジャグラーで光ったら、あの50枚がなければもうプラス50枚だったのにみたいな感じになりますけど、これで引かなかったらね、一緒一緒。まああとは帰りの挨拶で、いやあれはねっす、あれはねっすよ、真面目にやってくださいよって言われんだろうけど、俺は真面目だよ、いやー今日楽しいな。できればもう50枚行きたかったぐらい。まあ前にもなんか動画で言ったと思うんですけど、何の動画かな、回転くんかな、ちょっと覚えてないんですけど、ジャグラーもミリオンゴッドも俺にとっては一緒ですから残念、250枚目光ってくれ、光りゃいいんだよ。あら、あー残念ね、今投資250枚でしょ、光ってないでしょ、一緒一緒、うん、まあまあね、ミリオンゴッドもジャグラーも一緒ですから。止まっちまい、残念止まんなかったサポートキャラクターに返り咲いちゃいましたね、残念。ボーナス当てられませんでした。じゃあ早速ね、使い切れなかったコイン流したいと思います。えいえい、チャラチャラ、29枚。はい、今回の結果29枚、無念。はい、実戦終了、実戦終了ということで、今回こちら、成城ニュージャパンさんで実戦した機種は、まず最初に、ユニバーサルさんのミリオンゴッド神々の凱旋、そしてその後は北谷さんのゴーゴージャグラー打ちまして、全部で投資枚数が250枚の、獲得枚数、いや使い切れなかったコインが29枚ということで、マイナス221枚です、無念。いやだけどね、楽しかったです。あんなに真剣にミリオンゴッド神々の凱旋を PGG 狙いでね打ったのはね初めてでございます、楽しかったですね、なかなか。なんかちょっと昔にもねよくやってましたけど、ちょっとね久しぶりにああいう感じのことやって、ちょっと昔のねあの頃の
忘れた俺の心をね取り戻せたような、ね、気がします。ということでね、天君が楽しく出ちゃうこちら、正常ニュージャパン参戦ではちょっとだけ、9月の7日月曜日に、パチンココーナーに CR 岐阜堂々、パチンコ CR 新中央、そしてスロットコーナーにはパチスロ北斗の拳トモ、こちらの方導入予定となっておりますので、詳しい詳細は P ワールドまたはメール会になって情報をゲットして、こちらの正常ニュージャパンさんに遊びに来ていただきたいと思います。その翌週9月の14日月曜日、パチンココーナーに CR エヴァンゲリオン10、こちらの方も導入予定となっておりますんでね、もうビッグタイトルが続きますからね、ぜひねお近くの方はこちらのね正常ニュージャパンさんに遊びに来ちゃってください。今回僕は負けました、でも楽しかった。はい、次回も頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は、次回は勝つよ。